お世話になっております、マサルです。今回は TCP と UDP の違いについて一緒に勉強していきます。私事ですが、ネットワークエンジニアとして駆け出しの頃はマサルの仕事は UDP だななんて言われたことがあります。この意味皆さんわかりますか？動画を最後まで見て UDP の特徴を理解できれば、この言葉の意味がわかるかもしれません。それでは始めていきましょう。前回まではネットワーク層について勉強していましたが、今回は階層が一つ上がってトランスポート層の話になります。トランスポート層は宛先まで確実に届ける方法を規定してくれています。代表的なプロトコルは TCP と UDP です。この2つの特徴を一言で表すと、 TCP は信頼性のある通信、 UDP は効率の良い通信です。TCP と UDP は利用するアプリケーションの特性によって使い分けられます。どっちが優れているということではありませんのでご注意ください。ちなみに IP ヘッダにはプロトコルというフィールドがあって、ここのフィールドで一つ上の階層で利用しているプロトコルを規定しているという話をしました。ネットワーク層の一つ上の階層はトランスポート層です。ここのフィールドで IP で運んでいる情報が TCP なのか UDP なのか判断することができます。ちなみに TCP や UDP も同じように、運んでいる情報をどのアプリケーションに渡せばいいのか、そのような情報を持っています。コンピュータの中には様々なアプリケーションが動いているので、どのアプリケーションに情報を渡すか指定してあげる必要があります。このアプリケーションを指定するための番号をポート番号と言います。ポート番号という情報を使って、どのアプリケーションかを指定するということです。ポート番号については別の動画で詳しくお話しします。今は TCP も UDP もポート番号という情報でどのアプリケーションに対してのデータなのか規定していることもぜひここで覚えてください。それではここからは具体的に TCP と UDP の違いについて詳しく見ていきます。まずは TCP から見ていきます。 TCP はコネクションを行い、信頼性の高い通信を実現します。コネクションというのはデータ通信を行う前に通信相手との間で行う準備だと思ってください。イメージとしては、送信元から今からデータを送る旨を伝えて、受信者が今受け取れますよといった情報が返ってきて、送信者がじゃあ今からデータ送りますねというようなやり取りがあります。このようなデータ通信を行う前に通信相手との間で行う準備のことをコネクションと言います。一度コネクションを行うと仮想的な通信経路ができます。この回線を仮想回線ということもあります。通信を行うときにはコネクションで作った仮想回線を使って通信を行います。あらかじめデータ通信のための仮想回線を作って通信を行うことで、信頼性の高い通信を行うことができます。ただ仮想回線を作ったとしてもパケットを送ると問題が起きることがあります。例えばパケットの一部がなくなってしまったり、同じパケットが重複して相手に送られたり、パケットの届く順番が変わってしまう、そのような問題が発生することがあります。これらの問題に対応するために TCP はパケットの配送制御を行います。パケットの配送制御は確認応答をしたり、再送制御をしたり、シーケンス番号を使ったり、いろんな技術を使って配送制御を行います。今お話しした確認応答や再送制御、シーケンス番号などはまた機会を見て詳しくお話しさせてもらいます。まずは TCP を使うと信頼性の高い通信ができること、コネクションを行い仮想回線を作ること、あとはパケットの配送制御をしていること。このような点を覚えておきましょう。次は UDP を見ていきます。UDP は効率よく通信することができます。どのように効率よく通信するかというと、極力シンプルな通信を心がけることで効率の良い通信を実現します。先ほどの TCP はデータ通信を行う前にコネクションを行って仮想回線を作っていました。コネクションによって信頼性が高まりますが、逆にコネクションを行ってからでないとデータ通信をしないので、送りたいデータが送信されるまでに手間がかかってしまいます。 UDP の場合はコネクションを行いません。データを送りたいときに送ります。それ以外にも TCP の場合はデータの順序制御などを行って信頼性を高めていますが、そのような制御をするということは様々な制御情報が TCP の場合は必要になります。制御情報のような付加的な情報が大きくなることをオーバーヘッドが大きくなる、そのような言い方をします。つまり TCP は制御情報をたくさん持っているのでオーバーヘッドが大きくなります。 UDP は
極力シンプルな作りになっているので制御情報が少ないです。つまり UDP はオーバーヘッドが小さいです。 UDP が向いている通信の例としてはオーバーヘッドを小さくしたい通信、例えば DNS や SNMP など、または動画や音声などのマルチメディア通信、これらはリアルタイム性が必要な通信です。あとは同胞通信、ブロードキャスト通信やマルチキャスト通信など、宛先が複数ある場合は UDP が向いている通信です。ここまでで TCP と UDP の違いについてお話しました。そしてここで過去の動画の訂正をさせてください。カプセル化の動画の中で L4 ヘッダーが付いた状態の PDU をセグメントであるとお伝えしましたが、正しくは TCP を使った場合がセグメント、 UDP を使った場合はデータグラムという呼び方になります。ここで訂正してお詫びします。申し訳ございませんでした。皆さんもぜひ気をつけてください。それでは最後に今回の学習内容をまとめます。今回は TCP と UDP の違いについて一緒に勉強しました。一言で言えば TCP は信頼性のある通信、 UDP は効率の良い通信です。また TCP も UDP もそれぞれポート番号という番号でアプリケーションを指定するための情報を持っています。ポート番号に関しては別動画で詳しく取り上げて説明します。 TCP の特徴はコネクションを行うことです。それ以外にも配送制御などを行っています。確認応答や再送制御、シーケンス番号など様々な制御情報を持っています。一方 UDP はコネクションを行いません。シンプルな作りにしているので効率の良い通信を行うことができます。制御情報が少ないのでオーバーヘッドが小さい、そのような特徴もあります。最後にトランスポート層での PDU の名前について訂正させていただきました。 TCP の情報でヘッダーをつけた場合はセグメントと言います。 UDP の情報をヘッダーとして使った場合はデータグラムという呼び方になります。私のように間違わないようにお気をつけください。ところで冒頭にお伝えした先輩からのマサルの仕事は UDP だなという発言なんですが、皆さんどのように感じますか？当時は確認を取らないで仕事をする、仕事が雑だみたいなことを言われてるのかなと思って、正直ディスられてるのかなと思ったのですが、今考えてみると UDP にもいっぱいいいことありますよね。仕事を早く仕上げるとか、全体に対して呼びかけができるとか、意外と褒めてもらえてるパターンもあったのかなと考えるようになりました。何か言われた時にその言葉をどう捉えるか自分次第ということですね。はい、全く関係ない話でした。それでは最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。